おはようございます。本日ヤマト歩162日目です。今日はですね、関海アルプスを制覇を目指してね、今日は行きたいと思います。こちら後ろですね、こちらね、山々連なってると思います。こちらがね、見る海と書いて関海アルプス。関海アルプスですぐ、はい、今日一日で行けますか？多分今日一日は多分ちょっと難しいかもしれないですね。よっしゃ、今正面にパチンコ屋さんが見えると思うけど、ワニマさんが PV で、はい、ライブハウスに改造して、へえ、本当若者で知らない人はいないんじゃないかぐらいの飛ぶ鳥を落とす勢いのねアーティストさんやもんね。あ、でもなんかポスターとか貼ってあるね。全部になんかいろいろペイント、いっぱい貼る。これ多分ワニマファンはここを何回も来てると思いますね。長旅お疲れ様です。この場所は高校時代のパチンコ屋の跡地を自分たちで作り上げ、ここでライブやバンド練習を開催しておりました。長旅お疲れ様です。これマジで俺のこと言おうかな。これ西村君もこれだけ愛される、いやー、なりたいですね。なりたいね。聖地巡礼とかしてほしいよね。いや、してほしいですね。ヤマト歩の聖地巡礼。あー、確かに。うわ、大変。それもう本当ほぼほぼ山の中ですもんね。来た、山頂まで2キロ。急に登りますね。なんか残り2キロって、僕のスタミナは傾斜量のエンジンぐらいあるって信じて、速度を緩めずにぶっ通していきたいですね。山頂まで 1.5キロ。0.5 しか進んでない。マジか。車は楽に登っていきます。しょうがない、ヤマトプレイヤーじゃないか。歩きでちょっと棒に向いてやる。オリオ畑。やばい、心臓破ってくるね。こんにちは。すいません、お疲れでした。見えね。誰も大変やったね。ありがとうございます。ありがとうございます。よくは。着いた。すいません。ちょ、景色入らんな。景色見る力が、首を横に揺する力が。龍ヶ岳いただきました。実はこの龍ヶ岳にパワースポットがあるらしいんですよ。パワースポット、せっかくなんで行ってみますか？あ、そうですね、ちょっと行ってみたいですね、うん、めっちゃ断崖絶壁やんけ。うわ、そういうことか。この、はい、今足元にあるくぼみ、何の形に見える？え、いや、このハートですかね、やっぱり。実はここ、はい、縁結びのパワースポットとして有名なんですよ。だからなんかさっきから結構そのカップルの人がすれ違うことが多かったんです。西村君、今彼女とかいますっけ？まあいるわけないじゃないですか。いたらこんなね、1年間も
彼女が我慢できないでしょ。じゃあもしかしたら、うん、近々この縁結びのパワーでお相手が見つかるかもしれないですね。やば、中条あやみの子をお願いします。具体的に要求し。本日の山飯、今日作るのはねこちらです。まあちょっと具材だけじゃちょっと分かりにくいと思うんですけどね。あ、まあ、これでいいか。まあ正直今回の料理にトマトはまあ必要なかったんですけど、夏はどうしたってやっぱりちょリコピンが足りなくなるなと思って。わあ、いいねえ、この色合い最高じゃない。なかったよ今頃の山富には。あーつい、マジか、これびしょびしょ濡らしとるのに。すげえな、イメージしとったのと違いすぎてもうちょっとゴールが見えなくなってますけど、まあまあまあ、でもあ、でもうまそうじゃないのか。わあ、めっちゃすごい。はい、完成でーす。トマトルネ丼です。トマトルネ丼ね、丼だけ感じる。いただきます。びしょびしょなんですよね米がね。でもこの米のびしょびしょと焼き鳥の加減がちょうどいいんですよ、なんか。ハサハサハサってなっとるのなんか見える。あ、ほんと、ね、あ、花火やね。お、でもやっぱりまだありよるよ。見える見える、あそこ花火が。はぁ、あ、花火で、まさかのところで見てるね。ねぇ、高いよ今花火大会が行われてるところ。花火の位置より高いところ人生初めてやな。ねぇ、うえぇ、でかでかほら、でかかった、うえぇ、ねぇ、またちょっと来たいですね。次回は本当にね、花火大会普通下から見て、普通下から見ましょう。ねぇ、おはようございます。本日ヤマト歩162日目です。あ、ごめん、163やったかもしれない。ちょっと待って、103か。あ、電波がないよ、ここ。やべやべ、一応3と4のバージョン取っとくさあ、今日はね、まあ、白岳というところを目指します。ちょっとね、そこにたどり着くまではね、ちょっと4つの山をちょっと縦走しないといけないんでね。よし今日はい、ヤマト歩史上あら初のあら女性ガイドさんです。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、夫婦と言いたいところなんですけど違います。あ、お友達みたいな感じ。そうです。あー、お友達ヤマヨってどう。いやー、きついけどね。エボシ、ネンジュ、シカミ、シラザケか。あー、もう覚えた。あ、出た、九州自然音。これ初めて文字で見たね、関海アルプスルート。かわいいねえ。白く、甘草白く。あー、なんかちょっとあまりにもポップに描かれすぎて、なんか僕実は冬になったら、はい、どけになったら分かるんですか。え、僕実は冬になったら、チャッチャという鳴き声してですね。あ、鳴き声が季節によって変わるんですね。そうです、繁殖期になったら、はい、おほけきょうで話聞けてる。久々の山やけど、ちょっとなかなかこう来るね。結構答えどろん。いや、結構来る。久々やな、こうやってがっつりとした山。いや、でもいい感じや、なんか帰ってきたって感じする。烏帽子岳頂上、こっち右行ったら烏帽子岳の頂上に行ける。今日は時間がないんですけど、まっすぐ行きましょう。とりあえず今、はい、1個目終わったわけやけど、まだいける？うん、まだまだ。体力的にはもう全然。なんか、まあ、名言があって、限界は自分で作るもんじゃないみたいな。もう体が勝手に限界来た時は、もう教えてくれるって。勝手に体が止まるみたいな。だから、次、タイルのところあったら休憩しましょう。いやいやないか。本当に休みたい時はやっぱり休んだ方がいいよ。
あ、もうここから白岳も見えてる。3つ重なってる奥、一番奥の間のやつが白岳。白岳見えてるっていう時点でもうこれもう着いたも同然なんでね。正直どう思った、はい、あの山見て。いや、クソ遠いなと思いました。危ねえ、急にこんな急降下していくことあるやん、いきなり。えい、あ、これ登山口ですね。書いてある、文字だけ。文字だけ通過ね。そうですね、この階段天まで続いとるって。飛んでる。カンカイアルプスいただきました。